はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日はこちら、今年もやってきました2023年度春のセリアの新商品のご紹介になります。去年もですね、セリアこの時期にいろいろキャンプグッズ出してきて面白いものたくさん出てるんですけど、今年もいくつも出ていたので、とりあえず自分で使うかなと思ったものを買ってきました。一つずつ紹介していきたいと思います。どこから紹介していこうかな。ここら辺にあるのが株式会社藤崎の商品で、こっちがエコー商事株式会社の商品ですね。まずじゃあ藤崎の商品から紹介していきます。まず最初はラージメスティン用のカッティングボードとラージメスティン用のムス用のネットですね。こちらを見ていきたいと思います。両方とも発売元は株式会社藤崎さんです。チャンコードはカッティングボードがこちらで、ネットの方がこちらになります。こちらはですね、材質が竹でサイズが約 18.5×12cm、 厚さが 8mm になっています。で、一応サイズを確認してご購入くださいっていうことになってるんですが、後でちょっと手持ちのラージメスティンに合わせてみたいと思います。で、こちらはラージサイズ用のネットです。こちらは材質がスチールですね。サイズが 19.5×12.3cm、 高さが約 1.2cm となっています。はい、で、試しにダイソーのラージメスティン、こちらを用意してみました。これにこれが使えるかをやってみたいと思います。これにカッティングボードが入らない。入りません。網も入らない。はい、これダイソーのラージメスティンを真上から撮ったところなんですけど、これにカッティングボードを入れようとするとこんな感じで、この角の四隅に当たって入らないですね。幅と長さは入るんですけど角が当たって入りません。網の方はこっちの短い方向入るんですけど、こっちもはみ出しちゃってますね。これはダイソーのラージメスティンでは使えません。買うとき注意です。続いてクッカーとかに入れられる丸型のネット、12センチタイプのものをご紹介します。チャンコードはこちらです。材質がスチールで、サイズが直径約12センチ、高さが 1.2 センチになります。こちらもですね、せっかくなのでこのステンレスクッカーセット、これに合うかどうかやってみたいと思います。はい、で、これ一応大きい方が直径が 14.5 センチ、小さい方が 12.5cm になります。なので、あ、入らない。小さい方に入らないですね。大きい方には入りますけど小さい方には入らないのか。続いてシェラカップに入るクリアケースです。これはこんな感じでシェラカップにぴったり入って、米が1合分ちょうど入るみたいですね。チャンコードはこちらで、材質が本体がポリプロピレン、蓋がポリエチレンですね。耐熱温度あんまりなさそうですね。こんな感じで1号用のメモリもついてるみたいです。直径が 102mm、 高さが 44mm になるみたいです。ちょっと開けてシェラカップに合わせてみたいと思います。はい、こちらキャンドゥのシェラカップですが、こんな感じで入ります。ピルキャンのシェラカップにもこんな感じで入ります。ちょうど 300ml ぐらいのシェラカップにちょうどいい感じですね。パッキンは完全密閉じゃないので、液体とかを入れたらさすがに漏れそうですけど、お米とかを入れる分には全然いいと思います。こんな感じでシェラカップいっぱいスタッキングした最後のここの隙間にこんな感じで入れていくことができるので、まあ1個あってもいいのかなって思いました。続いてはこちらのオーディー缶ケースです。110缶と250缶の2つのサイズが出ていました。チャンコードは110缶がこちらで、250缶がこちらになります。これは使い方は簡単で、こんな感じでオーディー缶がぴったり入る感じのケースで、小物入れとかにもなります。材質はポリプロピレンで耐熱温度が80度ですね。で、サイズは110缶の方が 101×70×101、250缶の方が 121×93×120
121ミリになります。これ面白いのが上部の突起と外のへこみが合わさるので連結することができるみたいです。ちょっと実際に入れてみたいと思います。ここはネジ式ですね。ネジ式で開けてもらってこんな感じ。結構ジャストフィットでカタカタしません。こっちも、こっちは入んなかったですね。マジか、このキャップだと入らないのか。このキャップがここの部分が当たって入らなくて、キャプテンスタックとかプリムスのキャップだったら入りました。これ結構ぴったりなサイズなので中でカタカタ言わないし、こうやって連結もできるので抜き出しで持っていくよりこういうケースがあった方がいいかなと思いました。続いてはこちら、ホットサンドメーカーケースです。チャンコードはこちらです。ホットサンドの本体部分のサイズが約18センチ前後で、幅が14センチ前後、ハンドル幅が 3.5 センチ前後のものに対応しているみたいです。材質はポリエステル、ウレタンフォーム、ナイロンスチール、サイズが約 19×17 センチです。とりあえずこちらのカインズで買ったホットサンドメーカーを入れてみたいと思います。ケースがですね、チャックになっていて、反対側がハンドルを通す穴がありますね。なのでチャックを開けてこの穴から出すような感じで入りました。こんな感じでカバーになります。結構ギリギリだったのでこのサイズの部分ですね、本体部分のサイズが約18センチ前後、幅14センチ前後、ハンドル幅3.5 センチ前後のものに対応っていうところに注意してみてください。これはぴったり買ってよかった。続いてエコー商事さんの商品です。こちらは折りたたみミニごとく、アルコールストーブとか固形燃料のごとくになるものですね。チャンコードはこちらです。材質がステンレススチールで、リベットが銅ですね。銅なんだ。サイズが縦 7×横21.3cm になります。で実際に開けてみるとこんな感じで開くだけですね。他の100均のアルコールストーブと合わせると 80ml タイプのものはこんな感じで、 40ml タイプのものはこんな感じですね。で100均のアルコールバーナーごとくって今までもこんな感じで出てたんですけど、これがですね、このダイソーのちっちゃいのは別ですけど、この大きいサイズ、こちらのサイズだと大体重量が 80g 前後で、今これ測ったら 61g だったので、今までのごとくよりも軽くて、でこっちは組み立てないといけなくて、これ自分指切ったことあるんですけど、これだったら広げるだけで使いやすいかなと思いました。であとはこれいわゆるミニメスティン、ミニサイズのメスティンなんですけど、今までのこっちのアルコールバーナーごとくだとこれに入らなかったんですけど、このアルコールバーナーごとくはこんな感じで入れることができるので、これいいんじゃないかなって思います。あとはですね、ここがスカスカなので、もし自分が使うんだったらアルミ箔とかをここに貼って風防剣ごとくみたいな感じで使うかなと思います。これは買ってよかった。続いてはこちら、セルフクラフトカトラリーです。でこれはですね、いろんな種類があって、自分が使えそうなやつだけ買ってきたんですけど、すごいいっぱい種類がありました。こんな感じでですね、自分で小刀とかカッターナイフとかで木を削っていってですね、最後サンドペーパーかけて自分で作るカトラリーになります。材質はヒノキですね。これはちょっと時間のある時に自分で作ってみたいと思います。ちょっと最近忙しいのでいつになるかわからないんですけど、ちょっとこれは時間のある時に挑戦してみたいなと思います。ちなみに最後1日乾燥させないといけないみたいなので、キャンプ場を持ってって作ってその場で使うことはできないかもしれないですね。続いてスタンドロースターです。
で、こちらはちょっと前からあったんですけど、まだ買ってなかったので買ってみました。サイズが2つあって、こちらの大きい方のジャンコードはこちらで、サイズがですね 21×27.5×高さが7センチ、小さい方のジャンコードはこちらで、こちらのサイズが 15cm×25cm×高さが 12cm になります。両方とも材質は鉄亜鉛メッキですね。こっちの方は高さが 12cm 取れるので、こんな感じでシングルバーナーにも対応できるみたいです。ちょうどですね、この外のレギュレーターストーブ、これ持ってるのでちょっと試してみたいと思います。これ高さが 90mm なので全然使えると思います。でこの網はですね、足を広げて、ここにストッパーがついてるので、ここに引っ掛けてあげて、逆側も同じように引っ掛けてあげて、こんな感じで使うことができそうです。ちなみに大きい網の方はストッパーがついてなくて、よいしょ、こんな感じで開いて使います。これは高さが足りないので、孤独みたいに使うことはできないですね。はい、最後はこちら S 型のケースです。ジャンコードはこちらで、サイズが 144×130×18mm、 材質がポリプロピレンで耐熱温度が80度になります。こんな感じで蚊取り線香とかコーヒーフィルター入れることができます。結構薄いので、コーヒーフィルターかな、私が使うなら。こんな感じで中にコーヒーフィルター、それからあとはこういった折りたたみ式のコーヒードリッパー、こういうのも一緒に入れて、こんな感じですかね。で、ちなみに全然余談になっちゃうんですけど、これポストコーヒーって言って、こんな感じでポストにコーヒーが届くんですけど、それに入ってたドリッパーです。で、ポストコーヒーなんかちょうどいい少量サイズがポストで交換されて送られてくるので、結構アウトドア好き、キャンプ好きの人、チェアリングする人なんかにもおすすめなので、またちょっと機会があれば別の動画で紹介したいなと思います。コーヒーおすすめということで、最後はこちらの薄型のケースのご紹介でした。はい、ということで2023年春のセリアの新商品ご紹介しました。もう100均キャンプグッズいろいろ出揃った感はあるんですけど、毎年いろいろ工夫を凝らしていろんなものが出てくるってちょっと楽しいですよね。個人的にはこれとかこれとか、あとはオーディー缶のケースとホットサンドメーカーのカバーとかが使えるかなって思いました。皆さんもぜひセリアに行っていろいろ探してみてください。このチャンネルでは最近ではサイクリング動画とかチェアリング動画がメインなんですけど、過去に100均のキャンプグッズ紹介とかいろいろやっているので、興味があればぜひそちらの方も見てみてください。それでは皆さん、また見てください。バイバーイ。